みな、えー、さんこんにちはオービリン大学のオープンキャンパスオンラインへようこそ、えー、私はオービリン大学の学長の畑山博明と申します今日はよろしくお願いいたしますとまず私の方からですねみな、えー、さんに少しだけですけれどもオービリン大学の特徴特色についてお話をしたいと思います、えー、オービリン大学の創立者、えー、まあ、今でいうところのすごく破天荒な人でですね えー、まあ牧師さんだったんだけども中国あるいはアメリカとの関係をすごく大事にした人で、えー、歴史をひも解くと後で分かると思いますけどもかなりの活躍をした人ですそういったことから言うとオビリン大学は昔からですね 非常に国際的なことを大事にしてきた大学で今でも国際的な教育研究には力を入れておりますそれからもう一つオビリン大学は多様性を重視していますので来ていただいたら分かると思いますけれども留学生がたくさん日本人の学生と一緒に勉強しているキャンパスで非常におおらかで寛容で。 かつ力強いいい大学になっていると思います今私たちが力を入れていることを2つ、ねまあ、フレーズとして言っていることがあるんですけどもそれは一つはね世界から人が集まる大学にしたいいろんなところからこの学校で学びたいあるいは教えたい働きたいという人たちがいるとそういったキャンパスにしようと。もう1つは世界的に 国際的に通用する大学自分たちがやっていることがちゃんと国際的に理解をされて評価されて通用する大学にしたいというところで頑張っていますでそれをやるためにうんいくつか大きな取り組みをしてましてね一つはうん大学の学部の学軍制と言っていますけれどもこれを学部を大きく2つのグループに分けて 1一つはリベラルアーツ系の学軍でもう一つはプロフェッショナル系の学軍と言っていますけれどもこの2つのタイプに分けてですねいくつかの特色ある学部を設置をしております。私たちはそれを学軍と呼んでいますけれどもその中でリベラルアーツ系の学軍はどちらかというと文系も理系も 総合的なものもすべて揃った分野をあの中心にしてですね、いろんな学びをできるように工夫をしている大きな学部です。もう一つのプロフェッショナル系の学部というのは、特定の分野に力を置いて非常にとんがったカレッジっていうんですかね、こういうのを作っています。例えばビジネスのカレッジ、芸術のカレッジ、スポーツとか福祉のカレッジ。 コミュニケーションのカレッジそれから今回立ち上がった航空系のカレッジですねこういったものはいつの時代でも重要でかつこれからもっと大事になるような研究教育領域を展開していくとこういったことを今考えてやっておりましてさらにキャンパスを拠点化をしてその拠点のところでこういった 勉強なり研究なりをできるように整備をしておりまして新宿にも新しいキャンパスができました今度本町田にも新しいキャンパスができます 他のキャンパスも常に整備をして皆さんが一生懸命勉強できる活動できるような環境を整えているところでございますもっともっとこういうことに力を入れて頑張ろうと思っていますので、えー、皆さんこのオンラインのですねコンテンツいろいろ見ると思うんですけれどもそういった視点を持ちながらいろいろ見ていただけるとありがたいと思っていますそれからも,もう一つ 小ビリ大学は勉強だけではなくてですね実は文化活動芸術活動スポーツこれもまあ教室の中の勉強と同等ひょっとしたらそれ以上に大事にしているなぜかというと大学の4年間というのは学問だけではなくてその生活そのものも含めて皆さんの成長があってそれを支えたいと思っているので、えー、文化も芸術もスポーツもね本格的に 皆さんの活動をサポートしていますので、40以上の団体があると思いますが、活躍できるようにプログラムを整えています。ぜひそういったところも含めて、オビリン大学のことを知っていただけるといいんじゃないかと思います。それでは、皆さんとキャンパスでお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。